ファンキュルタガタメプレゼンツ今泉 P のゼッツつながるラジオ、今夜もやってまいりました夜ナイト夜ナイトの余韻を楽しむ3分間ゲームプロデューサーの今泉です。住友美ジェナです、よろしくお願いします。ということでですね、はい、インテリアキーラーズさんからお便りいただいてますね、はい、なんか最近ファンキルのパクリみたいなゲーム出てきてますよねとのことです。これだけどすごくね、どのゲームっていうか分かんないけど、はい、シミュレーション RPG っていうジャンルがスマホで結構俺たち頑張ってるじゃん。はい、そうですね、長ためにしてもさ、でファンキルもやってるね。はい、たくさんで、これって当時やっぱこう面倒くさすぎて無理だとかすげえ言われたし、うん、まあ時代的にやっぱこのシミュレーション RPG っていうゲームのジャンルって減ってるんだよね。へえ、そうなんですね。コンシューマーの方でも。へえ。それをだから俺はコンシューマーでシミュレーション RPG をやってた世代だけど、今若い子たちってこれが初めてだったりするわけですよ。はい。シミュレーション RPG に出会うの、うんうんうん、コンシューマーでも今ないから、はい、どっちかというと FPS みたいなのさ、そうですね、たくさんでなってきてるじゃん、うん、だからすごくね、ゲーム業界に貢献してるんだよね。俺毛利さんっていう人が言ってくれてて、すごいねっつって、もうだってこのジャンルってなくなりかけてたんですよ今泉さん、うん、今泉さんがやってることはすごいゲーム業界でいいことなんですよって毛利さんが、通りすがりの毛利さんが言ってました。だからね、パクリみたいなゲームだけど、あと運用がむずいんだよね。だからほとんどなくなるんだよこういうゲームって。ほんと運用がむずい。シミュレーション RPG いっぱいいろんなの出たけど、はい、それこそ有名なね IP ものみたいなのも出ましたけど、本当に運用困ったら僕が手伝いますんでね。あとロジェかわいいさん、はい、新しく実装されたロジェスティラが可愛すぎて、新コマンドの活躍が楽しみです。今 P はキャラの様子についてどこまでプロデュースしてますか教えてほしいです。これでいくと様子についてロジェスティラはもう絶対こいつ可愛くなるねみたいな話して、はい、髪の色をちょっと明るくしたのとポーズはこうしようっていうのとふっくら感こうしようみたいな。あ、結構だから言ってんじゃないかな、ちゃんと言って、ね、けどみんな優秀だからね、その大体みんなのやりたいものがこうしたらいいんじゃないみたいな感じで今はやってます。最初はねがっつりやってましたけどね。なるほどなるほど。あとですね、はい、今日は4月16日ですよ。エスプレッソの日です。エスプレッソ、じゃあ今日はみんなでエスプレッソ飲んで眠れなくなりますね。ではそんなエスプレッソトークでした。